Sarutsa, Binky Whip. ゆず姉ちゃん、私夏も秋も冬も好きだけど、やっぱり春が一番好きかも。うん、僕も桜の花がゆず姉ちゃんみたいで春が一番好きだよ。えへへ。どうもこんにちは、ゆっくりです。春の一日目、まだ積もっていた雪は、ゆずちゃんが雪かきをしてくれていました。雪かきは、ゆずちゃんと月さんが一番頑張ってくれました。お疲れ様、ありがとうね。お昼過ぎに雪が止み、フリーマーケットに来ました。運転をするゆずちゃんと、なぜか、ランドグラーブのおじちゃんに本を読んでもらうひな様。おじちゃん、その本持ってたの。まひるくんは、カラオケを熱唱していました。人気アイドルグループ、スズムシの実力を見せてやってください。ながるさんとりっちくんは、運動服が寒くて、青くなっていました。このままだと寒くて通してしまうので、控えて控えて。寒い日の服装に控えると、肌の色が元に戻りました。でも、あいにく雨が降ってきました。他の方も寒そうで心配です。ひな様は、雨の中でも元気に走り回っていました。いつの間にか一人であったかい服に着替えていたので、やんちゃでもしっかりしているようです。段差はまだちょっと苦手だけどね。まひるくんは、ポンズちゃんに歌を聴かせていました。さすがに優しいポンズちゃんも、困っていそうです。その後は、ストリートアートを描いて、お家に帰りました。さて、すっ飛ばして、春の4日目の今日はイースターです。朝から兄弟でダーツをしていました。まひるくんもいい線を言っていましたが、お兄さんのりくしくんが17点で勝利していました。リビングでは、お兄ちゃんのソルくんが、妹のひなちゃんに、イースターエッグを探してごらん、と教えてあげてるようです。上手に見つけられるかな？おお、バッチリ見つけたようです。所持品の中に、ピンクのしましまイースターエッグがありました。ホリデーのイベントにエッグハントを設定すると、あちこちの家具やオブジェクトから、イースターエッグを探せます。
ゆずちゃんも、見つけられるかな？おや、なかったのかな？隣の植木鉢からも探してみましょう。どうやら今度は見つけたようです。お父さんの長留さんと、お母さんの月さんもチャレンジ。あちこちからエッグが見つかっているようです。長留さんは、蜂とだいぶ仲良くなりました。毎日コツコツとお世話をして、話しかけていたら、蜂の群れが集められるようになります。蜂に刺されている感じもありませんね。蜂を集めると所持品に入り、プレゼントを探したり、誰かを元気づけたり、攻撃させられます。収穫した蜂蜜で、後でおやつを作りましょう。ああ。フラワーバニーさんが、ナチュラルに入ってきました。洗濯をしていたマヒルくんと、鉢合わせをしたようです。ひなちゃんやゆずちゃん、ソルくんにも集まってもらいました。フラワーバニーさん、思ったよりでっかいですね。ひなちゃんも、バニーさんに興味津々です。ひなちゃんとゆずちゃんが、いろいろ話していたら、カカシのパッチーさんもやってきて、ものすごくメルヘンでファンシーな空間になりました。お兄ちゃんのソルくんも気になってきたのかな？その後、ゆずちゃんと一緒に雲を眺めたり、一緒にブランコをしたり、マヒルくんに気を分けてもらったりしました。というか、これは、吸えているのでしょうか。ごめんね、バニーさん。ご協力ありがとう。その後、バニーさんはどこかに帰っていかれました。バニーさん、ありがとう。また遊びに来てね。イースターの夜はご馳走会を開きました。これで、すべての季節を一周しましたが、まだ遊びきれていないことがたくさんあります。いろんな景色を見たり、遊びながら、これからもシムズを楽しんでいきたいと思います。それではまた、いつかお会いできる日まで。ご視聴ありがとうございました。Amoeba, Vuraleeba, Nonara Doomy, Samazala, Eba, Kumavai Vorsa, Young Castle, Queen Zembukuwa, Wasa, Boomy, Imbawai Bani, Harsa, Zembugawa, Pishamai